おっす、こんにちは、空手家攻撃です。今回はこちら格闘スポーツジムレスルインに来ております。レスリングをされている方であればすぐにわかると思いますが、今日はシドニーオリンピック銀メダリストの方に出演していただけることが決まりました。もともとは下の動画概要欄に貼ってある僕が発信している子どもの指導や子育てに関してのブログにコメントをいただいたことで交流が始まったのですが、今回は空手家攻撃の公式 LINE アカウントでいただいたリクエスト企画でもあるガチレスリング対決や指導やメンタルについての対談にもお答えいただけるということで、僕もめちゃくちゃ楽しみにしてきました。では今から行っていきたいと思います。おっす。はい、今回はシドニーオリンピックレスリンググレコローマンスタイル69キロ級銀メダリストで総合格闘技などで挑戦され、全国大会では42歳で優勝するという最年長優勝記録を持ち、現在も選手として第一線で活躍しながら全国で活躍する未来のオリンピックメダリストを育成している永田克彦さんです。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。実は実際にお会いするのは今回が初めてになるんですが、今回ありがたいことに僕のチャンネルに出演いただけることになったんですが、高潔のチャンネルに出演してもいいかなと思った理由を少しお聞きしてもよろしいですか。わかりました。ちょっと照れますけどね。まあ高潔さんの方に昨年からですね、いろいろとこう連絡させていただいて、いつかお会いしたいということを思ってて、まあ、今回ね、まあ、ちょうどね、時期的にもお盆休みっていうのもあり、時間もね取れるということで、ぜひということで、はい、出させていただくことになりました。ありがとうございます。ではこの後ガチレスリング対決をさせていただくんですが、その前に僕が本当にレスリングが初心者なので、初めに簡単なレスリングの体験をさせていただこうと思います。では改めてよろしくお願いします。お願いします。対決の前に僕のチャンネルではフルコンタクト空手関係者が多いので、レスリングの素人の方に向けて超簡単に1分ぐらいで分かるレスリンググレコローマンスタイルのルール説明をしていただきたいと思います。実は今回永田さんの長男のライクですね、ライク君にご出演いただきます。今からちょっとルール説明でお手伝いいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、ですね、レスリンググレコローマンスタイルの説明ということで、まあ、簡単に言うとレスリング2種類あって、フリースタイルとグレコローマンスタイル、まあ、フリースタイルは一般的に、ね、結構見る機会多いと思うんですけど、全身のどこを使って攻めてもいい、足を取ってもいい、足をかけてもいい、そういったね、ことしで、一方グレコローマンスタイルっていうのは腰から上しか触っちゃいけないです。なのでタックルするにしてもお腹にタックルするんですね、あるいは腕、首を持って投げる、腕を取ってバックに回って投げる、寝技、ブランドでもお腹から上を持って返す、ね、そういった、範囲が違います。まあ、腰から上はグレコローマン、全身どこを使ってもいいのはフリースタイル、それが大きな違いです。ですのでグレコローマンはどちらかというと、ね、力強いこう組み合いであったり、あるいは投げ技、ね、相手を投げるですね、まあ、中には豪快なスープレックス投げるっていうね、後ろに放り投げる、下から持ち上げるっていうね、そういった技もあるのが魅力ですね。はい、はい、じゃあありがとうございます。今から実際に僕の方が体験していきたいと思います。じゃあちょっと一遍レスリングの投げを体験して、いきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあですね、簡単にさっき、はい、長男もあって一本手をやっておりますね、はいはい、ちょっと相手を押し込んでから次行きます。一応柔道はです、あ、そうなんですね、はい、じゃあもう一回行きますね、はい、じゃあちょっともうちょっとしゃがみ込んで手をつけていきます、はい、もう一つ首投げて、さっきやった首投げたやつで、はい、これ腕と首を持って、はい、もう一回いきます、はい、これあれやばそうですね、出てなんか苦しそうな顔してますね。いいですよね、これ今ちょっと油断してました。楽しみというか、やばそうですね、これ。ちょっとガチ対決、ドキドキしてきました。ちなみに、はい、投げの防ぎ方とか、あ、こう入るのと、はい、投げる方法とか、ちょっと、嬉しいですね。これ投げて、基本的にこう腕を持って投げるんで、はい、この前に来た瞬間に、この、お腹出して、手を、あ、これだけです、これだけです。あ、道着着てると、切れなさそうですね。あ、そうですね、道着着てると、ちょっと無理なとこありますね、捕まれて。はい、初グラウンド体験したいと思います。90度以上
返すローリングって技ですね。あいつを入れて、さっき繰り返すっていうね。これがローリングって技ですね。であとグレコローマンならではの足をつかめないんで持ち上げるって技があるんですよね。はい。霊長類最強の、ね、アレクサンダー・カレントがいましたね。これがお腹を持ってですね入れて相手を持ち上げてここから氷投げって今体験してても感じる力ですよ。やばいですね。はい。もうなんか空手か体験したらちょっとびっくりするかもしれない。こんなに引きつけを強い力を感じる子がまずまずない。あ、まあ、でもいいと思いますよね。トレーニングっていうかね、クロストレーニングとして。そうですね。たまにあるのは、はい。じゃあちょっと僕も投げ技、やらせていただきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。じゃあこうやって腕を持ってこれレスリングの積みなんですよね。はい。そうですね、これでいいですか。いいですか。はい。OK です。大丈夫です。全然、ね、こういうね、高いポジションでいいですね。もう全然、いいですし、これも、なんかね、綺麗に投げればいいですね。はい。今度は首投げで、さっきやった巻き込みでやってみた感じで、ここから同じように腰を入れて投げてみたいと思います。おー、いいです。うまいですね。これはあの実は僕10代って時に巻き込みばっかり使ってたんでちょっと兆しがあとは腕を引き出しながら、おお、これ胴タックルですね。これすごいですね全然原理が分からないですねまあ、まあ、本当は裸なんですけども、裸の中でも引っかかるところ関節部分ですね。関節部分をうまく利用するんですよね。はい。で、関節って引っかかるんですよ、意外と。で、手首、まあ、できればこの脇の方、下の方あたりですね、持つと遊びの分肘に引っかかるんで、腕を引き出す、相手を引き出す、引き出したところにドンに絡んでいくっていうね。オッケー。おお、流れが速い。踏み込んでアルピシュですよ。なんだっけな、はい、打撃の突きみたいな、あ、こういう突きってありましたっけ。空手はあんまない。あ、全然ありますね。あれですか、はい、そういう感じです。あ、もう一個あ、OK です。タックルはそういう一緒です。あ、ちょっと感覚が、はい、そうです。あ、それで組み込んでもらっていいですか。おー、うまいうまいうまい、大事大事です。あ、それはそうですよ。タックルのほんと組み込みも大事なアルピシュです。一回ちょっと、はい、やらしてもらっていいですか。わかりました。ですお願いします。じゃあもうあれですよね、試合形式というか、はい、はい、今からちょっとガチレスリング対決に挑戦したいと思います。一応3分2ラウンドらしいのですが、そもそも何秒持つのか、わかりませんが挑戦していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ポイントの入り方ですよね。はい。こうなって四つ前って後ろ回ったら2点ですね。はい。さっきやったロールグッズで、ここからひっくり返す、これ2点ですね。で、持ち上げて、さっきみたいにこう持ち上げて投げたら4点です。立ってる状態でさっきみたいにこう、ね、一本背負いとかで投げたら4点ですね。で、大体基本的に今は場外とかないから、2点か4点しかないです。2点か4点しかないですね。はい、8点で、あ、そうです、8点で、テクニカルホール。テクニカルホール。テクニカルホール。8点でテクニカルホールということは、僕が2回投げられたら、その時点で負けです。まあ一応そういうことになります。体重は何キロ？体重はね、大体80キロぐらいです。あ、今80あるんですか？いや、そう結構みんな思われないですけど、実は80キロです。あ、そうなんですね。ずっと変わらないですね。まさかの今僕よりも重たいんです。あ、本当ですか？実は僕現役の頃は92、3キロだったんですけど、今実は77キロとか。あ、そうなんですね。これ多分、映像見てる方だと絶対僕の方が重たい。あ、そうですね。骨格が違いますからね。はい。やばいですね。もうすでにやばいです。もうドキドキですね、これ。じゃあお願いします。じゃあ、息子さんに審判をお願いして、挑戦したいと思います。お願いします。お願いします。
だ。はい、今6点です。6点です。でも1分20何秒ぐらいですね、確か違うんだな。1分20秒ぐらい遊んでいきました。だいぶ調整してもらってくれました、ありがとうございます。これ体幹を鍛えるっていう形で言ったら相当鍛えるそうですね。そうですね。これ今僕やってても思いましたけど、自分これレスリングやるには体幹弱いなって正直今思いましたね。いやでもやっぱ強いと思いますよ。あ、なんていうかな、そのレスリングっていうものまだ慣れてないだけで、はい、まあ、なんていうか、やっぱ世界チャンピオンだなっていうね、動きっていうか、はい、ですか。あ、ちょっとだけ、お世辞というかお褒めになるんですが、ありがとうございます。空手やってる人も体幹トレーニングとして取り入れるにはかなりいいのかなと。いいと思いますね。やってみて、はい、空手って結構やっぱ引く動作とか、あの体幹鍛える系のトレーニングに特化することは、まあんまりないので、はい、こういうのは多分やってみると初めて使う筋肉、多分これ1日やったら明日すごい筋肉痛になると思うけど、今普段全然使わない筋肉を使ってやっぱやってるので、はい、面白いですね。そうですね。あのやったことない方、ちょっと空手やってる方で体幹鍛えたい人、ちょっとおすすめですね。もし近くにレスリング道場あったらちょっと行ってみてください。おっさん、すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。次回はレスリングオリンピックメダリストがフルコンタクト空手に挑戦したみたを伝えたいと思います。はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。今から少し、はい、レッスルウィンのことを皆さんにお伝えしたいと思います。撮影しているレッスルウィンなんですけど、東京の調布市千川町にありまして、子供から大人まで初心者や女性の方でも安心して買える格闘技ジムとして10年前にオープンしました。そして今10年経ちまして、この10月からですね、場所をですね、もっと広い場所に、移転するとかね、移すんですけども、さらにねパワーアップして、まあ、子どもたちもね、もっともっと、鍛えてですね、将来未来をね作っていきたいと思いますし、また一般のね方も楽しく格闘技を楽しんで、健康になるというかね、ストレス発散、体作りをしてもらいたいと思いますんで、ね、お近くに、お立ち寄りの時はぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、もうちっちゃいお子さんから女性の方まで、楽しくできるということなので、ぜひ近くにお立ち寄りの際、もしくは近くに住んでいる方は、一度見学に来てください。また、10月、10月ですね、10月に、はい、新たなジムとしてオープンするそうなので、ぜひそちらの方もチェックしてください。おおおおおこれ引っ張ってやって、はい、ここの筋肉を伸ばします。なるほど。今日も YouTube を最後まで見ていただきありがとうございます。次回の動画を見逃したくない方はチャンネル登録、また高評価ボタンお願いします。おっす。